昨日投票が行われた会津若松市長選挙では現職の室井翔平さんが23,231票を獲得し4度目の当選を果たしました。今朝妻の陽子さんと当選を報じる新聞に目を通した室井さんは、工業団地を整備して若い世代の雇用を確保し人口減少に歯止めをかけると4期目への決意を示しました。生まれる人と亡くなる人の差、これをですね、どう埋めるかということになると、やっぱ出生数を増やす、まあ、若い人たちに定着していただく、まあ、結婚出産という流れをしっかり作っていくというところにやっぱり行き着くのかなと改めて思っています。一方、今回の選挙の投票率は 51.11% にとどまり、これまでで最も低くなりました。